はい、おはようございます。部長でございます。今日はハンバーグ。ピーマンとジャガイモを添えました。いつもあるもので、申し訳ございません。ですけど皆さんも、こだわらずにあるものを使って、美味しく食べることを考えていきましょう。っていうのはまた失礼ですよね。考えましょうね。すぐ突っ込むしてるからね。うまい。母ちゃんもそう言っててね。うまいね。で、母ちゃんに、これは欲動画にしましょうねってまっすぐ立ててきました。いつも撮れてた、あの人は。で、寝てました。寝ながら撮ってました。寝てただろ。今起きてるな。このハンバーグ美味しいです。あの、ショート動画、この前に流しました。入れてるところ。あ、母ちゃんも。縦で撮ってるんで、見栄えは悪いんですけど、建物横に入れときます。うまい。この俺が好きなミックス、ジャガイモとピーマンっていいんじゃない？ここにコーン入れてもいいけど、入れるよって言う人もいるかもしれないけど、食べづらいよね、あれね。ねぎり。ねぎり。やりもついてんやまい。ねぎり。ご飯もっと食べたい。だから丼がいいんだよね。丼もガストぐらいやったらこんなもんだよね。大盛りって言ってもね。あれ物足りないよね。丼がいいよね。だから大手屋が、大手屋ってか、飯屋丼の名前何だったっけ、なんかあれ、飯屋丼がやってるの。変わったの。ほっともっとやってるの。あれもう怪獣だよね。だからアイトが流行ってんだよ、今ね。とんかつ屋さんもおかじゅう2階まで。あの、とんかつ喋ろうとしてた、お前。喋ったら、とんかつ屋さんあんじゃん。かつて、沖縄の。とんかつ太郎。とんかつ太郎も自由。食べにくいねえねえね。お前稼ぎやすくねえよ。僕の予想じゃ、一生懸命母ちゃん踊って動画作って今頃外食行ける予定だったんですけど、来なかったんです、収入が。動画再生数がもう本当に毎回言ってるけど忘れてたんですよね。ねえ、ショートに夢中になって、胸すぎてね。本当かわ。行きたいからか？泣いてんのか？夢中になってる私がいるじゃないですか。冷静じゃないですか。見りゃいいだけの話じゃないですか。お前こうだった、こうだぞってアドバイスしたじゃないですか。一緒にやってて怒ってるんですよ、今これ。見事に一年で亡くなってますかね。前に頑張ったのが。ね。お前もしかしてお菓子食べたわ、今。特にお菓子かっこつけて。まとったらまたお味。おいしいね、朝ごはんは。ってからまたご飯に食べましょうかね。ケチャップをかけて。ねえ、お前まだいる？ご飯。いるって。うまいの多かったぞ、あれご飯。もっと食べろ。もっと食べろ。たまにな、ってね。お前痩せてる時よかったよね、って。結構スリムで。綺麗だった。まあ。で、言うと、よーし、神が降りてくるんですよ。この神がまたいなくなるんですよ、急に。
このアパートとかあのアパートとかみんな神が逃げるアパートなんだね。みんなそうだよね。聞いてる人いるから やばい。うん。うん、なくなっちゃう。うん、母ちゃん、替え玉あんのかい。ご飯の替え玉、替え玉、言ってきて。天然生が動画に替え玉で思い出したんだけど、福岡の金龍でラーメンあるんですか。あそこに英明本社から僕はマット持っといた会社で来たら、ラーメン食べたいって言ったんだよ。いいとこあるから、もっとなんか一覧とかいろいろあるじゃないですか。金龍に行きたいって言ったんですよ。でなんでって聞いたら、あの替え玉をしたいって言ったんですよ。替え玉ってどこでもできるんですよ、効果ですけど、あの初心者は、替え玉の初心者って今はもう楽になりますけど、当時はですね、替え玉ってあんまり言えなかったんですよ。あれ、替え玉が上手に言えるのは福岡の人だったんですよ、大体あの当時は。それで替え玉くださいっていうのがまあ言いたくて、その研究員も行ったんですけど、いよいよラーメン食べて替え玉の時間になった時にもう緊張したんですよね。大きな声で、替え玉お願いしますって言ったんですよ。は？替え玉って何？いや、まだ来ないからってこと？違うよ、替え玉、替えまだじゃない、替え玉っていう話です。くだらん話で今日も長くなりました。で、長くなったついでに宮城正治って言ったんですよね。でその子はずっと宮又って言われてたんですよ。で僕の動画にあの紅生姜いっぱい、あ、沖縄そばで紅生姜とか出してる、100円そばいますけど、その人がその生姜、紅生姜いっぱい入れて食べてる高校生が宮又って名前と思ってたんですよ。あれ、宮城正治だから宮又って言ってんだよって言ったら、宮又と思ってたらしいですね。例えば近所宮又とか、宮又が名前だと思ってたみたいです。ということで、長くなったらまた見る方がいないので、つなげていって終わります。母ちゃんは自分だけ丼に入れてます。さよなら。